左手上がる、上がれへんかな、はい、これで餌あげて、こうやって餌あげれるようにしたら、はい、ありがとう、はい、意地でもサバ食べへんよ。あげるときに硬くなって、で、こうしとく、横からというより真後ろからというか、左足を上げる、はい、ちょっと右側に動いて、反対の手とか、そう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 、でそっちの手を、そっちの手が、徹子の左手が上がるように、そうそうそう、自分の立ち位置とかも考えてやってくれたらいいよ。で勝手に上げてるのオッケーやけど、近々そのサインの時だけ、サインの時に握手した時だけオッケーにして。同じことばっかりしてるとそれしかしなくなるんで、フンタッチ入れたり、ちょっと動いて反対側行ったり、またいだりとか、そうそうそう、こっち側におるかこっち側におるかで、今のところ握手の出る右か左かが変わってくると思うから、それを意識してずっとこっちにあんたがおったらこっちしか手出えへんからさ、じゃあ今度こっちとかさ、フンタッチとか、またいねとか、そうそう、で一歩踏み出すタイミングがちょっと遅いんで、今のうちに移動しとく、反対の手が出るから、火を餌あげても、トレーナーが悪いからさ、別に結構が悪いわけじゃない。そうそうそう。そうそうそう。で、もう動いて、向こう側に動いといて、で、そっちの手を出す。そうそうそう。OK。今、サインで手、サインで手を出してるわけじゃないからさ、トレーナーの位置によって手を出してるだけやから、それをサインと紐付けたいんで、あんたが右側に降りすぎ、そうそう、そうそうそう、
場所を変えて。